こんにちは、まりみちゃです。今日はミンネで購入したまたスタンプももさんとフルーティーさんからそれぞれ購入したものがあるのでご紹介していきたいと思います。あとキャンドゥの方でちょろっと買ったのと、あとねコストコですんごく使えそうなものを買ったのでそちらの方もご紹介していきたいと思います。まずはミンネさんの方からですね。スタンプももさんからまたとてもかわいいスタンプ購入しましたので紹介しますね。こちらですね、大きかった。アテナスタンプと、開けますね。チャームのティアドロップを購入しました。このアテナスタンプは前回もご紹介したんですが、こんな感じでね、ちょっと見にくいですね。こんな感じでここ私の名前と住所書いてあるんですけども、押したらすごく可愛いなと思って、私も何かお友達とかに送るときにね、こんな可愛いアテナスタンプで送りたいなと思って購入しました。このコーナーチェーンもすごく可愛いんですよね。こちらもいつか購入したいなと思います。はい。と、あとね、リピート購入だったんですよね。たら、リピート購入の方は、一商品 3% 引きになります。でさらにですね、この本の気持ちって書いた袋の中にこんな可愛いプチスタンプの方もおまけでついてました。ちょっとこれは嬉しいサービスですよね。とても嬉しかったです。ありがとうございます。それと、フルーティーさんの方ですね、引き揃え糸の方をまた新しく購入したのでご紹介します。よいしょ。こちらですね、すごいたっぷり入ってます。今回は私欲しい色を指定して組み合わせてもらったんですけども、おまけの量がねすごいんですよね。まずおまけ、これおまけです。これとこれも実はおまけなんですね。この3つおまけにつけてくれました。で、私が一番欲しかったのはこれですね。商品名がギラギラ天然石っていう商品名でしたね。とても綺麗な紫、アメジストって感じかな、天然石で例えたら。すごい綺麗なんですよね。はい、でこちらの方を購入したのと、あとはね、これは本当は購入するつもりはなかったんですけども、あまりにもこの本当に黒に近いネイビーに星空のように、なんて言うんでしょうね、ラメが入ってて、どうしよう、すごい綺麗だったので思わずこちらもくださいっていう感じで購入したんですけども、ちょっと待ってくださいね、こんがらがっちゃった。ですね、すんごい綺麗だったんですよね。わかりますかね、ネイビーにこのキラキラした感じですね。
すごい綺麗だなと思ってこちらの方もちょっとお迎えしてみました。ちょっとこれ後で犬にしますね。はい、とよし、あとはね黄色系も入れてくださいって言ったらこんな可愛い黄色系を入れてくれましたね。すごい可愛いですね。うん、もうちょっといろいろカメラ揺らしちゃった。使えそうですよね。こちらの方も使うの楽しみです。あとはあとブルー系を入れてくださいって言ったら最初にその黒いネイビーをあの紹介されたんですが、とこちらもあの一緒にどっちのセットがいいですかってことであのご提示していただいたんですけども、こっちも欲しくってっていうことで、これはねデニムっていう名前でしたね。でも綺麗な色ですよね。こちらもちょっといろいろ使えそうだなと思って、やっぱねここのねフルーティーさんの引き揃えは本当に綺麗なんですよね。あともう一個がこちらですね。朝日に輝くベージュだったかなっていう題名。本当全部がキラキラした糸でとても可愛いです。綺麗です。ちょっと大人っぽいですよね。で本当はねここのこの大きなこの4つね、あ5つか、この5つをセットにしてって言ってたんですけども、またこれがおまけでついてきました。でさらにあのおまけをつけてくれてて、前回もねいろいろあのビーズおまけにつけてもらいましたって言ってたんですけども、今回はこんな可愛い小瓶に入った天然石のビーズですかね。あ一応プラスチックなのかな、でもすごい可愛いんですよね。こんな感じでこのまま飾っておこうかなと思います、しばらく。はい、こういうのつけてくれました。とても嬉しかったです、このおまけも。はい、で次はキャンドゥさんですね。キャンドゥさんからの購入は本当に少なくて、しかも実用的なものだけなんですけれども、このチャック付き整理バッグですね。はい、こちらはあのちょっとシール、あの前回ご紹介したあのメルカリで購入したシールですね。あちらをちょっと整理するのに使おうかなと思って買ってきました。一応コードですね。はい、この大きさ意外と使えるんですよね。はい、でこれを探している時に見つけたのがこちらですね。このスマイリーのチャック付き袋ですね。これね意外可愛くてちょっとツボだなと思ってこちら購入してきてみました。はい、可愛いです。15枚入ってます。それと鍵編み棒なんですけども、こちらはこの引き揃えと麻紐でちょっとカバンかなんか小物を編んでみようかなと思って、今まで編み棒と私お友達にはなれないと思ってたんですけども、ちょっとお友達になってみようかなと思って頑張って編み物してみようと思います。はい、それとこれ新しいかな、このクラウンのマスキングテープですね。ロイヤルクラウン、ちぎりやすい紙タイプって書いてありますね。こちらもこちらね、なんか私アリスの、本当アリスが大好きなんですけど、あのアリスのこのアルバムとか作った時にね使えそうだなと思って買ってきてみました。こちらもまた使うの楽しみです。これ200均にしてはちょっと巻き長いんですね。8メーターもあるんですよ。うん、でも購入のちょっとポイントでしたね。はい、とあとコストコの方で購入してきたものなんですが、これは結構使えそうでしたよ。ちょっとカメラ持ちますね。じゃーん、この引き出しですね。
らの引き出しを、購入してきたんですけども、結構ね奥行きもあって小分けにできて、中に仕切りも一応何個か入ってるんですよね。これね、細々したメモ紙とかスタンプとかね、ここに収納して、題名もこう書けるようになってるし、収納したらいいんじゃないかなと思って、これでこの大きさで1990円だったと思います。これね、スタッキングもできるんでね、1個で足りなくなったらもう1個買ってこようかなと思ってます。はい、よいしょ。ということで本日の購入品の、ご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ったら、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。ではまたねー。